浜松市秋の福美術館、秋の福7月25日から2001年10月11日は、静岡県出身の女流日本画家。本名は、ひらがなで福。日本画家、沢光人との間に6人の子を設けた。絵本画家の秋の井左無は次男。昭和初期より、西山水晶門下で観点の入選、特選などを重ねた。戦後は画塾を出て、 創造美術の結成に参画する一方、美術学校にて更新を指導。50代で赴任したインドの風景に魅せられ、以後インドを主題にした作品で新しい境地を開拓する。神主の父宗吉と母勝の五女として静岡県に生まれる。貧乏な田舎暮らしで、玩具も絵本もなかったため、好きな絵を描いて育った。小学6年の時、 東京の美術学校出身の教師と親しく接し、ゴッホやゴーギャンの絵画を知る。静岡県二股高等女学校から、静岡県女子師範学校二部へ進学。卒業後、立川村の横山神社高等小学校に、赴任するも、生徒らの扱いに手こずり、翌年教職を辞して、千葉県大校長の画界椎林や教のうち弟子となった。 画質の掃除や庭の草むしりのほか、50種類以上、飼われていた鳥の世話などで絵を描く暇はなかったが、師匠の作画の手伝いなどでうんちくの深い教えを受けた。その後、師・林京が脳一血で倒れたことを契機に、もっと絵を描きたいと打ち明け、後京都へ出た。京都では、市販学校時代の恩師の友人、福田慶一を頼って、西山水章の画塾。 青校舎に入塾。身分にとついでいた姉夫婦の家を、寄職先とし、出品画の制作の際は、栄冠堂に部屋を借りた。入塾翌年の1930年、定点にて初出品、初入選して、以来入選を重ね、続く、新聞店で選勝、特選を受賞して、無観察者となった。戦後は、国の補助を受けず、在野にて立ちたいとの思いから、 同門の上村将光、沢光人、向井熊、広田達保か、東京の同志らとも、愛より、新しい日本画の団体、創造美術を結成、囲碁観点との関わりを断ち、いわゆる近代日本画家の主流コースを外れた。その傍ら、京都市立美術専門学校において、更新の指導にあたり、助教授、教授職を25年勤続して定年まで務めた。この間、 50歳で離婚を経験し、その4年後には、沢隆志健教授が持ち帰ったインド婦人の話に、真っ先に手を挙げ、ビスババーラティ大学の客員教授として約1年間当地で日本画を教えた。帰国した翌年、インドを描いた連作で個展を開催。その後の10年間は、職務上の多忙もあって、ほぼ、私印の機会に恵まれなかったが、定年を迎えて、以降、 長期のインド滞在を重ね、当地の自然と風土を画題にした、諸作品で新たな画境を開いた。二度にわたる画質の火災を経て、京都郊外の宮間町に移住。三男一家と暮らしながら隣接するアトリエにて、制作を続け、その作品は80歳を超えて、さらに大作となった。91歳で文化勲章を受章。その2年後、宮間町の自宅で心不全により永明した。 所属した総合会の方針により弟子はいない。ありがとうございます。